もう本気なんですよ、厚生労働省も。もういよいよ災害にね。でさらに内閣府は福祉避難所の確保運営ガイドラインというのを改定しました。実は個別避難計画の中で、これまでね、これまで障害者や高齢者の人は災害が起こった時にはまず一般指定避難所っていう、まあ、体育館とか集会所に避難をすると。そこでこれはこの人介護が必要だからちょっとここでは無理だよねっていうふうに市町村が判断した時に、二次的な避難所として福祉避難所へ措置をしてたんですよ。福祉施設へじゃあ移動させましょうって言ってね。だからこれまでは福祉避難所っていうのはオープンにされていなかった。それから利用者が、地域の利用者が直接逃げ込んでくることもなかったんですよ。ところが今度はこの個別避難計画の中で、障害を持っている人や要介護の在宅の人は災害が起こった時に最初にもし必要であれば、あの最寄りのデイサービスで利用しているあそこの施設へ避難をする、直接ね、福祉避難所へもう避難をするっていうことが認められるようになった。そうなってくると他の一般の指定避難所と同じように、福祉避難所もその個別避難計画で誰々が来る予定になっているっていう福祉避難所はもうすぐ福祉避難所機能をオープンしなきゃいけないんだよね。そうなってくると職員の応援もいるよね。夜だけどみんな帰っちゃってる、夜勤の人しかいないけど、これちょっと呼び寄せんといけんわみたいな話になってくるから、またこれが BCP にも跳ね返ってくるわけですよ。そういう福祉避難所機能も発揮しなきゃいけない BCP を立てなきゃいけないですっていうややこしい話になってるんですよね。はい。で、福祉避難所で直接一時的な避難所先として受け入れますよってなったら、それを立てる個別避難計画を立てる話し合いの場合に、福祉職員、施設職員も参加してないとダメだよね。知らんとこで決められても困るからね、というふうになって、ものすごい今地域と施設のこうつながりみたいなのが急速に進みつつあります。計画にじゃあどういうことを盛り込むんですかって言ったら、まあ本人さんの情報はもちろんなんだけれども、避難支援棟実施者って言ってご近所の誰が声かけをしたり、避難するときにこう手を差し伸べて一緒に連れて行ってあげるんかっていう、この協力者、これをちゃんと挙げてくれっていうことね。それから避難先、避難ルート、避難先も避難ルートも2パターン、3パターン作っておく必要が僕はあると思います。1つのルートを予定してたんだけど、そこが土砂崩れで道が通れなくなったみたいなこともあり得るだろうからね。はい。その他、まあ、市町村で必要と思うことを入れてくれということなんですね。で、サービスを利用している人はケアマネさんがついていたり、障害者だったら相談支援専門員さんっていうね、障害者版のケアマネージャーさんみたいなのがいるので、こういう専門職の人が呼びかけをして、地域の中で民生委員さんや隣近所の人に集まってもらって、まあ、自主防の人だとか町内会の人にも集まってもらって、個別避難計画を作りましょうかっていうふうにね、招集をかけて話し合いをして作っていくっていう流れになるんだろうと思うんですが、この法律で個別避難計画を作れって言ってるのは、そういう制度を利用している専門職がついている障害者や要介護高齢者だけではなくて、まあ準ハイリスク者みたいな人ね、妊産婦の方だとかね、赤ちゃんがいるご家庭の方なんかで避難をくれるよね。東日本の津波の時でもね、結局赤ちゃんがいるから避難所に行くのに、このミルク持っていかにゃいけんな、哺乳瓶持っていかにゃいけんな、お湯沸かしてポットに入れて持っていこうかとかってやりおる間に津波がバッサーッと来たわけですよね。それから、まあ、避難所に行ったって赤ちゃん泣くからね、体育館みたいなところ避難できないよね。もういろいろ考えなきゃいけないこといっぱいなんですよ、本当ね。それだけじゃなくて、発達障害だとかいわゆる障害手帳を持っていないけども、グレーゾーン、ボーダーゾーンのね、ちょっとこう生きづらさのあるような人たちだとか、引きこもりの人どうするんだとかね、いっぱい課題があるんですよ。そういった人たちは地域の中で民生委員さんとか、あるいは地域を担当する社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーみたいな人が呼びかけをして、こういう人たちのこう支援計画、個別避難計画も作っていこうよっていうふうにね、地域の人と一緒に個別避難計画一人一人について作っていき、避難訓練をその計画通りにうまくいくのかどうなのかという訓練をやってみて、OK だったら確定ということで市町村に提出ということになるんですね。支援者になってください、で調整会議に出てくださいって言って、調整会議の中でおばあちゃんが日常から、まあ、不便なことがいっぱいありますよっていう話をすれば、これは隣の人がなんか
1日に1回でも様子見に行ってくれたらいいんだけどなみたいに言えば、わしがじゃあもう毎日1回は声かけに行っちゃるがなみたいな話になるかもしれないですよね。これまで、全然隣近所でも知らんぷりしていた人がこうやって協力者になって、もしかしたら参加して日頃の、ね、災害時だけではなくて日常の支援活動にもこう参加してくれる、そういう社会資源になりうるのでね、これバカにしないで、地域防災をきっかけにした、福祉活動者の仲間を増やす取り組みとしてうまく活用してもらえたらいいんじゃないかなというふうに思うんですね。さて、そういう個別避難計画がいっぱいできてくると、例えばこのおばあちゃんは足が弱いんだけど自力で歩けるんだけども、災害で避難するときって走って逃げなきゃいけないからね、よいしょってこんな感じで歩けるのを災害時に歩けるって言ったらちょっとダメだよね。でも歩けるから本人は車椅子持ってない、車椅子持ってくれてたら乗っけて誰かダーッと押していけば早く逃げられるんだけど、じゃあどうするっていう話になったときに、これね、岡山県のある町 の、 僕がアドバイザーで入ったね、調整会議の話で出てきたやつなんですけど、防災倉庫に、リヤカーがある、それを取りに行って持って行っておばあちゃんをリヤカーに乗っけてみんなで押して避難所に行けばええんじゃねんかいう話になったんですね。まあそこの地区は三河地区という地区だったんですが、リヤカーがある地区だったらよかったんだけど、なかったらリヤカー買って置いとこうねっていう話になるよね。そう、日頃の福祉活動の延長線上に災害時命を守る取り組みにもつながる。